さあここからは J リーグ、現在得点ランキング2位、18ゴールを挙げているガンバ大阪の宇佐美隆。柏戦2対1とリードして迎えた後半15分、パトリックのこのパスに宇佐美、右足のインサイドでコントロールされた技ありゴール。得点ランキングトップの大久保に並ぶ19ゴール目を挙げた宇佐美、ガンバ快勝です。一方宇佐美に並ばれた川崎大久保もゴールへ迫ります。1点を追う前半終了間際、大久保へのボール、しかしシュートを打てず、大久保はこの試合ノーゴールに終わります。それでも後半、川崎のフォワード小林が2ゴールを挙げ逆転に成功、川崎3連勝です。広島は途中出場22歳以下日本代表の浅野拓磨が大活躍です。後半30分、ロングボールに抜け出し、キーパーとの1対1、鮮やかにキーパーをかわし、今シーズン7点目を奪います。さらにその5分後、再び浅野、キーパーの頭上を越えるループシュートで2ゴール、広島大勝です。